オーストラリアンドラオイスもう一丁オイスリテンパニック始まるよ。ちゅうマジでさ、俺ラフォレはずいんだってはずいんだってユウスケ。確かに中歩いてる時ずっと言ってたね。いやめちゃくちゃはずくない30過ぎのおじさん2人でさ、ラフォレウロウロするの。しかも今日ちょっと涼しいのに俺半袖短パンだから言えなかった違う要素の恥ずかしさも乗ってるからさ、ね、勘弁してくれよコウジ。いや来たねいや、はずいんだね、ラフォーレ。はずいんだって。小時間レベルになるとさ、うん、ラフォーレの中でも堂々とさすがだよ。いや、ファッション好きが一番前に出てるからさ。確かにね。だいたい俺ここにいるからね。え、嘘、ここえ、マジ？ここでもタコス食ったいや、お前ここでタコス食ってるの、うん、はずくないんだ。収録収録で、うん、収録タコスよやばいじゃん、うん、ティーンじゃん、お前過ごし方ティーンじゃん。だってさ、もうあのロゴマークのやつさ、俺ら3人で作りたいもん。グーズマン・ワイ・ゴメス？ゴメスのタコス。あれ作るか、うん、あれ T シャツにしたらだってアメカジっぽくなるよね。ぽいぽい、あれ誰か作ってほしいよね、俺ら3人のまたもう、だから俺らもう3デザインぐらいあるからある。 でもあれいつかシルクスクリーンでやるからね、マジで全部ね、マジでやるから。やろうよ、早く T シャツ。あの、あそこでやるから。あそこで、うん、あそこ、ピーポー大丈夫かなピーポー待ちする。ピーポーって近づいたらさ、音変わるじゃん。近づいたよって分かりやすいじゃん、うん、うーがなるじゃん、うん、で警察あれの逆できたらいいと思う。ああなるほどね、確かに確かに。近づいたら聞こえなくなってくるっていうしたらいい。めちゃくちゃちゃんとしたこと言うよ、はい、何の話してんの。いやいや、おー撮るなよ今の真面目トーンのやつ撮るなよ。コジって裏ではこんな感じ、真面目なことなんか一回もないんだからタコシプチャーくじないじゃん。いや、焦って噛んじまってるやん。シルクスクリーンはどこですか。いやね、いやだからあそこじゃん。どこ、あの、あそこあそこ、あの渋谷のあの、あそこの、あそこね、あそこあそこ、あそこね、ナンバーナインね。うん、あそこでしょ。あー、なるほどね、うん、オッケー。そうそう、あそこの渋谷のナンバーナイン行ったら、まだ知らねえおっさんいんだよな。今日まだ言っちゃダメだからね。俺あんな感じで会うと思わなかった。いや、あれ編集した？まだしてない。あれ楽しみだね。マジで、あ、多分視聴者も俺と同じ感情になると思う。え、こんな感じで会えんのっていう。ちょっと今日はだから、うん、ヒューマンメイドだよね。ニューカビン、あ、今日ニューカビンなんだ、うん、なんだ、何が入ってんだ。新作のね、うん、マスク。マジで、うん、と T シャツとか入ってるから、うん、これだからタンプレ。タンプレ、ああ俺に、うん、タンプレ買っちゃう。いっちゃうか、うん、ああいいね、しょうがないね。しちゃう、もうあげたけどね、誕生日ね。うん、なんかそう意義あるって言ってるから、言ってるから。俺は確かに誕生日プレ、誕生日の思い出をもらったそれって素敵なことだね。誕生日に思い出ってさ、思い出だけはいただいて、なんか旅行行くとかさ、確かに誕生日でプレゼントするってめちゃくちゃいいじゃん。やっぱこの年になると物いらなくなってくる、ね、いらないいらない、うん、よく、うん、思い出欲しい、ね、思い出欲しい、クソほど買ってんの。物なんか一個もいらない、うんうん、全然いらない、一個もいらない、うん、よし、買いに行くか、はい、ちょっと行ってくるから、レッツゴー。喋れやっぱ来たよ、あったね、やった。ちょっとさ、俺さ人生でさ、うん、3属性ぐらいさ、うん、めちゃくちゃタイプの人がいるんですよ、うん、あそこのヒューマンメイドの渡辺さん、うん、めっちゃその中に入ってるえ、ちょっと恋してるってこと？なんかもう正直渡辺さんに会いに来てるみたいなところがある。マジ、うん、ある。
あ、なんていうんですか、あのタイプ。なんか真っ白で、うん、可愛らしい。なんていうんだろう、あれ。何系って言えばいいんだろう、ね、あれ何系って言うの。いや確かに、でも分かった、俺個人のタイプ。そう、いないの、うん、俺も人生で3回、4回ぐらいしか出会ったことないんだけど。連絡先聞いてみれば。確かに。いやでもちょっとそれは無理なの、俺あのタイプはちょっともう無理なの。話せなくなっちゃう、話がもう何もできなくなっちゃう。じゃあ呼んでさ、みんなで話す。そうだね。いや今度ゲストで回してる時に。あ、いいね。だってここ店員さんいじろうとしないでしょ、俺一個も。確かに無理なの、あのタイプ。コジが全然いじってなかった。何にも機能しないの、あのタイプになっちゃうと。え、今日も早かったもんね、出てくんの。でも最近友達で一人あのタイプが、はい、結構近くにいるんだけど、もう何にもできないの。何にも話せない。普段こんな喋んのに。ちょっと見つけたら教えて。やった。見つけても喋れなくなるんでしょ。で喋れなくなるけど、でもちょっと概要欄とかに募集要項作っといて、あのタイプお願いしますって。ちょっと切実だから今。いや視聴者さんが理解しないとさ、多分興味ねえんじゃないか。やば。の恋の行方。やばいって。やばいこと言ってるやん。なんだよ、もう見ようぜ。もう見ようぜ。こいつダメだ。ダメだマジで。マスク。全色網羅した。全色です。待望の黒が出ました。来たよ来たよ。そうね、ピンクとかね。だからこのさ、ピンクのこれが似合うでしょ、絶対渡辺さん。確かに。わかる？その感じ？これが似合う。これなかなか似合う女性いないよ。いないよね。それそれ。そう。女の子。やば、いや、なんなお前。なんで調子悪いのか。ラフォーレだからってちょっと上がってんのか。照れてんだね。照れてんだ。タピオカ飲んでる女子いるから。ちょっとどれにする？どれつける？マジ？あ、ちょっとさ、どれつけるかわかんないけど、うん、見せ合いっこしよう。いいよ。ね。うん、こっちで。みんなよ。どうしよっかな、どっち、こっちかこっちどっちでしょ。リサ決めた？待って。決めた？待って待って。ちょっと待って、俺もちょっと今悩んでる。つけた？ちょっと待って、まだつけてない。揃ったら何とかない。嬉しい、嬉しいの、揃ったら、うん、嬉しい、うん、いくよ、うん、せーの、うわー、やったー。思ったー。見た？これほら、渡辺さんやったよ。あ、これは成就しそうだね、恋もねえ、うん、これは先行きいいぞ。なかなかコンで揃えるの無理っしょ。無理でしょ、だって黒行くと思ったでしょ、うん、確かに。俺も黒よぎったもん一瞬でしょ。しかもこれ振りがあったからこっちなのかなとか思いつつでしょ。お笑い的にこれでしょとかね、うんうん、普通につけたいのつけた、うん、普通につけたいのつけた。あ、でもいいね。あ、やっぱいいよね。ワンポイントやっぱいいね、うん、ということで、うん、誰かが誕生日という。あ、来ましたよ、ね、はい、いや、むずいぞ、はい、ピンクむずいぞ。ほらこれ、はい、あ、やった。あ、やった。おめでとう。おめでとう。あれ、ヒューマンメイド来るとなんか2人必ず何か買ってくれる。まあ誕生日だしね。ね、パンツも結構俺履いてるから。あ、尿漏れ世代。尿漏れパンツ。尿漏れパンツじゃねえか。気をつけろよ。尿漏れ格好な。恥ずかしいからな。恥ずかしいぞ。ラフォーレでちびってんじゃねえぞ。ちびってるやついる？いるっつって。いねえよなーっす。じゃあ出ちゃう。出ちゃってんじゃねえか。出ちゃってんじゃねえぞ。出ちゃってんのか。渡辺さんでひよってるやついる？いねえよなー。ひよってるやん。ひよってるやついる。いやいや、いるのよ。自分いいやん。すぐ入ったら静かになるから。全然喋らん。マスクはさ、実用的ですごい嬉しいんだけどさ、うん、これがちょっと誕生日プレゼントって言われるとちょっと。なんで？え？いいじゃん、ね、うん、しかも俺おソロだよ。おソロだよ。いや、そう、おソロだよ。でしょ？3人でつけられるじゃん。そう、みんなでつけられる。ピンクつけられるじゃん。ああ、ピンクはむずいって。いいじゃん。いいじゃん。あんまりそのプレゼントで
中身だけ渡すのは珍しいけど。わかったわかった、わかったよ。ちょっとえマジ、はい、何これ、うわ、はい、エイプティンバーランドや、はい、マジ、ちょっと待って、 どういうこと、急に急に、はい、しかも新品、はい、マジ、もうウェブ速乾手に入らない。本当？インバーランドとエイプのコラボのガチじゃん。匂ってる匂ってる、はい。すげえ新品のニュースる。ガチじゃん。ガチの。マジで？見て見て。え、これ。これ。お、すごっ。しかも俺これ俺と揃え。マジで？うん。兄さん持ってる。うん。やば。え、これ本当くれんの？これ本当にあげるよ。うわ、すげえ。かっけ。ベイクついてんじゃん。やついてるよ。マジ？やったね。これでも俺のセンスで履きこなせるか。いやだって結構なんでも合うよこれ。うん、最近 TMT とかも、うん、と全然ありで。あマジで、うん？デニムに合わせちゃってもいい。全然 OK 全然 OK。あなるほどね。うん。あでもこれに合う洋服も買っていかないとな。うん、おやっぱタックパンツとかにも合うしね。そうそうそう、こういうのもいいし。初めての先替えに。ほら。あなるほどね。先替えに成功した。ラックパンツ、ちょっともうラフォーレの前でなんか恥ずかしいから早くしまって、恥ずかしいからなんかこうねえ、ちょっとすぐ開けちゃってるみたいな感じで、もうちょっと恥ずかしいからしまって、これめっちゃ恥ずかめっちゃ見られてるから、おいちょっと渡辺さんマジでちょっと失笑してるから、ちょっと初めてのティンバーで俺箱の締め方分かんない、絶対外やん、ちょっといやありがとうございます、はい、ごめんね、なんか俺コジの誕生日の時めんどくせえからやるのやめた、考えのやめたっつって、うん、コジは触れたよマジで、うん、これあのさ、この間会ったじゃん、うん、あの子ね、ヒューマンメイドの、うんうん、あの人がくれた、うん、じゃあギフティング、うん、なんか俺もくれた、あれじゃあティンバーのバコバコの方、うん、あ、そうそうリンさんも持ってるでしょ、だから3人で入ってくださいっつって、うん、俺なんかもらった、じゃあ違うじゃん、ユースケ、それユースケにギフティングじゃん普通に、んユースケにギフティングってことでしょ、違ういや、そうじゃん、難しいなそうじゃん、インスタで連絡来た、あのこの間のあの人、うん、3人で入ってくださいっつってそしたらさ、それティンバーからプレゼントや、これ単純プレゼントじゃないの、違うっしょ確かにリンさんも同じこと持ってるよね、そうそう、俺もギフティングだから、うん、俺ら3、俺ももらったから、で、ゆうすけくんもつってもらったよ、単純に、窓口だったってことちょっと待って、誕生日プレゼント難しい、マスクも文句言うし、それも文句言うし、うん、むずいね、こいつ難しい、欲しいもん、なんかツイッターとかに書けよ、じゃあそう、ツイッターにもう一回書いて書いて、難しい時間もそろそろあれだから、うん、かわいいロレックス、かわいいでしょ見て、ミッキーロレックス、ロレックスじゃないの、ミッキー風、ん違う、ロレックス風のミッキーロミックスってこと、はい、はい、えくれんの、うん、マジでリンタロ君の、かわいい、ちょっと面白くない、ナリキン時計とかやっぱさ、タクヤさんといったらロレックスじゃん、確かにロレックスにも買えないじゃん、うんうん、だからマジ、うん、これいいの、リンタロ君に買ってきた、今日なんかすげえ分け与えるじゃん、ね、え、ぴったりほら、完璧でしょ、かっこよ、ほら、かわいい、ロレックスミッキー最高、ありがとう、コジ、うん、イエー嬉しい、これ本当にあげる、これ普通に嬉しい、シュプリームシュプリームいくか、シュプリーム